ヒルデガルト・フォン・ビンゲン。ヒルデガルト・フォン・ビンゲン。または、ビンゲンのヒルデガルト・ユリウス。歴1098年ユリウス歴1179年9月17日は、中世ドイツのベネディクト会系女子修道院長であり、神秘家、作曲家。史上4人目の女性の教会博士。神秘化であり、四十歳頃に、生ける光の影、の原始体験、し、 女予言者とみなされた。50歳頃、便幻にて、自分の女子修道院を作る。自己体験を書と絵に残した。医学、薬草学に強く、ドイツ薬草学の祖とされる。彼女の薬草学の書は、20世紀の第二次、世界大戦時に、オーストリアの軍医ヘルツカにより再発見された。才能に恵まれ、進学者、説教者であるほか、 宗教劇の作家、電気作家、言語学者、詩人であり、また古代ローマ時代以降最初、ギリシア時代に数名が知られるの女性作曲家とされ、近年、グレゴリオ聖歌と並んで頻繁に演奏され、CD 化されている。神秘主義的な目的のために使われたリングアイグノタという言語も考案した。中世ヨーロッパ最大の賢女とも言われる。1 9 9 8年。 神聖ローマ帝国のドイツ王国、ラインラントのアルツァイ近く、マインツ大司教区、ベルマースハイム、バーマーシハイムで、地方貴族である父ヒルデベルト、ヒルデバート、母メヒティルト、メシティールドの10番目の子供として生まれる。洗礼名はヒルデガルト。出生地については、両親の出身地であるベッケルハイム、バッケルハイムという記述もあり、リジボーデンベルク近くのベッケルハイム城のあった。 現在のシュロスベッケルハイム、シュロースバッケルハイムと思われるが、詳細は不明である。1106年より、東大司教区、オーデルンハイム、アダーンハイムのディジボーデンベルク、ディシバデンバーグにある、ベネディクト会系男子修道院、ザンクトディジボードの近くで、イントン生活を送る、修道所、タフォン・シュポンハイム、ジュッタフォン・スプンハイムに育てられる。ユッタは、 ディジボーデンベルク近くのシュポンハイム城の貴族、シュポンハイム博士テファン一世の娘で、兄弟に、ケルン大志教風合本シュポンハイムがいる。生については、シュポンハイム、スパンハイムと、シュポンハイム、スプンハイムの両方の記述がある。後に、彼女の教育には、ザンクトディジボード男子修道院の修道士、ホルマール、ウォルマールが加わった。ユッタは、敷地内に、 女子修道院を設立して院長となった。1136年にユッタが死去するとヒルデガルトが女子修道院の院長に就任した。1141年、神の啓示を受けたとして、フォルマールト復讐の修道所、リハルディス・フォンシュタで、リチャーディス・フォンステイドの援助のもと、道を知れ、シュビアスの執筆を開始し、自らの原始体験、後の 彼女自身の言葉によれば、生ける光の影、ブラビビンテするキスを、初めて公に表明し、この頃から彼女の原始体験が、マインツ大司教、ハインリヒの知るところとなる。1147年、クレルボーの大衆動員委員長で、当時宗教会に非常に大きな影響力があった、セーベルナールに助言を求めて、書簡を送る。同年、 教皇エウゲニウス三世によって開かれた鳥屋の教会会議において、ヒルデガルトの原始体験がマインツ大司教ハインリヒによって訴状に載せられる。教皇施設が彼女のもとに派遣され、執筆途中の道を知れを持ち帰り、教会会議場でそれが披露され、多くの人に感銘を与えたとされる。この時同席していたセーベルナールの鳥なしもあって、 教皇より執筆の認可が正式に彼女に与えられ、これによって彼女の名が広く知られるようになる。また、この頃から天礼用の宗教曲を作詞作曲し始める。彼女の作曲した天礼劇、初得目の秩序、オルド・ビト・トゥームは作者の知られた天礼劇そして道徳劇としては最も古い。ヒルデガルトは言ったからプサルテリウムの演奏の手ほどきを受けており、 合唱の伴奏楽器として使用したと思われる。彼女の名声によって各地から修道所が集まり、手狭になったため、1150年に、ビンゲン近郊のルペルツベルク、ルパッツバーグに、新しい女子修道院を建設して移る。ビンゲンとライン側の支流ナーエー側を挟んだ対岸の、丘陵地は、ザルツブルクのベネディクト会修道士勢ルペルト、ショートトーン、ルパート、 ルパートスの一族の所有地であり、その生物が収められて、ルペルツベルクと名付けられた聖地であった。ヒルデガルトが新しく建設する女子修道院を、この地に定めたのは、聖、ルペルトがドイツ圏で初めて女子修道院を建設した人でったことが、念頭にあったと思われる。翌年、道を知れが完成した。1158年から63年にかけて、 ドイツ王国各地へ3回の説教旅行を行い、1150年代後半には、インゲルハイム宮廷にて、フリードリヒッセイ、バルバロッサ、赤ひげ王に謁見した。バルバロッサからは1163年に、ルペルツベルク女子修道院に対する皇帝による保護の直令が出される。1165年に、アイビンゲン、エイビンゲンに、 庶民階級のための新しい修道院を建設する。アイビンゲンは、ビンゲンとライン川を挟んだ対岸の、現在リューデスハイム、ルダスハイムと呼ばれる、丘陵地に位置する。1167年から70年は病床に伏すが、70年から翌年に再び、ドイツ王国各地へ、説教旅行を行った。1173年に、ホルマールが死去し、 後任に就いたザンクトディジボード男子修道院のゴッドフリート、ゴッドフリートはヒルデガルトの生涯を執筆開始する。が、1176年にゴッドフリートも死去し、翌年ヒルデガルトと兼ねてから文通し共感していた、ベルギーのガンブルー修道院出身のギベールド、ガンブルー、ギベールデジェンブルーが彼女の書となり、生涯を追放執筆する。 1178年、破門された、貴族、後に、破門を解除されているを保護し、その仕事を修道院敷地内に埋葬した件で、マインツの司教座制度参事会員たちとの間で、確執が起こり、マインツ大司教クリスチャンより、ルペルツベルク女子修道院に対し政務停止、生体配慮の禁止、聖火賞の,の禁止の禁令が出される。翌年3月禁令が解かれるが、 同年9月17日に死去した。ルペルツベルクの修道院は17世紀の30年戦争でスウェーデン軍によって破壊され放棄された。現在地図上にこの名は残っていない。一方、アイビンゲンの女子修道院は19世紀まで存在していたが、俗化が進み、また辞書が没収されたために閉鎖された。20世紀になって同地に新しく聖ヒルデガルトの 名前を付けた女子修道院が出られている。2012年10月7日、ローマ教皇ベネディクト16世によって、女性としては4人目の教会博士の称号を受けた。ヒルデガルトの原始体験は、対外的には40歳代の道を知れで初めて示されたが、その序文で実は5歳頃から体験していることが述べられている。またその中で彼女は、この原始体験が、 興奮状態、トランスや、瞑想状態ではなく、実に意識がしっかりしていて、周囲の状況がわかっている正常な覚醒状態で、生じ、それを受けているときも、周囲で現実に生じている事象を同時に、知覚していると述べている。そしてこの原始体験をビヨ、ビシオ、エー、ビジョンという言葉で表現している。具体的な原始の状況について、彼女は後に、 ギベールへの書簡、書簡ナンバー 103R1175 年の中で次のように述べている。これらの原始が示す内容は、ほとんどがキリスト教に関わる事柄であり、彼女の基盤となったベネディクト界の規範の範疇で解釈され意味付けがなされている。またこれらを表した、いくつかの海外に見られるように非常に象徴的であり、 中世修道会の持つ神秘主義的な面が強く現れているとして、後のスコラ学と対比される点でもある。伝記、著作品、書簡などから伺えるのは、彼女がベネディクトの戒律を厳格に守る修道女であり、当時のベネディクト会派の中でも特に保守的であったということであろう。これは、彼女の性格や言った本シュポンハイムの影響が大きかったということもある。 教会、エクレシアという概念に対しては非常に強い愛着を示している。簡単に言えば、教会は神と一体であり、我々はその愛情に包まれているという、修道会特有の考え方に対して大きな感を持っていた。彼女はマリアの諸女性を投影し、キリストの花嫁を強調して、教会は一層女性的な性格を帯びることになる。ここに、 ヒルデガルトのフェミニズムを見て取ることができるとする考え方もある。聖母マリアについては、当時すでにマリア数形が広まってきており、ベネディクト界の中でもそれを積極的に肯定すものも多く現れていた。一方ヒルデガルトは、初期のキリスト教徒と,と同様に、マリアという対象そのものには無関心に近く、マリアの諸女性ということに対してのみ、非常に強い関心を表している。 特に宗教家に目立つのがセイウルスラに関するものである。ケルンの守護聖人でもあるセイウルスラを女子修道院の象徴としたのはヒルデガルトが初めてというわけではないだろうが、その諸女性と殉教者ということに共感して多くの成果を作詞作曲した。そして、ここにもまた女子修道院の独自性を求めた姿が認められる。また、 神の世界での厳格な階層秩序、オルドがあるように、人間界にも階層があることを積極的に認めている。つまり、貴族と庶民が違う階級で生活するのは当然のことであるという貴族社会の考え方を修道院内でも実践していた。進歩的な他の女子修道院長から、この点について、優和を図るべきだとの指摘の書簡に対しては、神はすべての階層に等しく、 愛を示している。生まれつき階層が分かれているのだから、そのように生きるべきだとの回答をしている。これら3つは、原始体験に基づく3部作とされる。書籍、論文、CD、DVD、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。